よいしょっと、こんがり焼き上げるぞ。全然焼けてないやん。あかん、もう待ってられへん。もうこれしかない。上手に焼けました。ということで、おはようございます。今回はアイロンの焼け跡です。サインペンで目印書いたら焼けついて取れなくなりました。稀にこれ出てきますよね、アイロンの焼け跡。今回はこれをリペアしていこうと思います。では行ってみましょう。金丸フジ株式会社。足付けと下地処理のためよく研磨していきます。この時手の感触で傷がないかへこみがないかを確認しながら擦っていってます。激落ちくんとシンナーでサインペンを消そうと試みています。無理でした。次は研磨で。諦めました。ちょっと焼けてへこんでいるところがあったので、表面を整えるためにもボンドを打っていきます。ヘラにマスキングテープを貼るのはヘラの保護です。へこんでいる部分と焼けている全体をボンドで覆うように塗っていきます。余分なところにボンドの塊がないように、もしはみ出たら拭き取ってください。アルテコスプレープライマーで硬化させます。表面を整えるために研磨します。この動画では切っていますが、ボンド、スプレープライマー、研磨の工程はもう一度やっています。この時点でボンドのダマが残っていると、最後の仕上げでまだダマが残っている状態になるので、しっかり研磨してください。ここから色作りです。混ぜやすいようにシンナーで希釈してぐるぐるっと混ぜます。次に青で渋みの調整です。ちょっと赤みが強かったので黄色みを調整していきます。黒で色の汚さを出していきます。次に白で色の明るさを出していきます。色が渋すぎるのが気になったので、赤と黄色で鮮やかさを出していきます。白で明るさを調整します。ここで試し書きです。まだまだ濃いので白で調整です。次に黄色みが全然足らないと思ったんで、黄色を調整していきます。白みがもうちょっと欲しかったんで混ぜていきます。試し書きします。結構いい色ですが、乾燥するとちょっと濃いですね。白みと黄色みが欲しかったので調整していきます。試し書きします。だいぶ近づいてきましたが、もう少し明るさが欲しいので白を足していきます。試し書きします。これでこの辺のベースの色よりちょっと濃いめの色ができました。できた塗料を小分けして準備完了です。ここで偉人の名言です。1869年から1948年まで生きたインドの宗教家、政治指導者、マハトマ・ガンジー。多くの犠牲と苦労を経験しなければ成功とは何かを決して知ることができない。もうちょっと楽させて。物事は初めは決まって少数の人によって、時にはただ一人で始められるものである。多分一人親方のことやね。1705年から1790年まで生きたアメリカ合衆国の政治家、外交官、著述家、物理学者、気象学者。おいおい、ベンジャミン・フランクリン。経験というのは莫大なお金に匹敵する価値がある。ただほとんどの人がその経験を学びに使わない。どうつこたらお金に変わるか教えてくれ。私が自分だけのために働いている時には、自分だけしか私のために働かなかった。しかし私が人のために働くようになってからは、人も私のために働いてくれたのだ。両方経験してんねんね。ってことはまさか経験がお金に変わっている。ありがとうフランクリン。では色をつけていきます。とりあえずアイロンの焼け跡を作った色で消していきます。ネタが重かったのでシンナーを足します。あと黄色が強すぎて暗い色だと思ったので、白と赤を足していきます。この色でアイロンの焼け跡が消えるまで塗っていきます。ここでの注意点は、右方向にも左方向にも筆を払ってぼかすことが大切です。アイロンの焼け跡が消えましたね。次に薄い木目色を作っていきます。混ぜやすいようにシンナーを入れて赤と白を足して薄い木目色を作ります。次に
この薄い木目色を木目を意識して間を透かしながら塗っていきます。ここでも右方向左方向に払ってぼかすことを意識します。フローリングの薄い木目の部分を意識しながら払っていきます。色を塗った縁がぼけてますね。ここでしっかり縁をぼかしておくことが大切です。さっき小分けした色で濃い木目色を作っていきます。固まってきているのでシンナーで希釈します。赤と黒を足していきます。濃い木目色ができたらネタの重さを少しシャバめにしてください。そうすることによって薄いところや濃いところができてリアルな木目に近づきます。濃い木目色を入れていきます。下の木目とつなげるように周りの木目に合わせてふわっと入れていきます。筆を一発でズドーンと走らせるんじゃなくさっ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 さします。入れすぎると全体的に黒くなってしまうので入れすぎは禁物です。早送りで見ていきましょう。ええ感じ、ええ感じ。色付け完成。ええ感じですね。筆目がちょっと気になるのでサンディングシーラーと研磨で整えてツヤを拭きます。ガーッとやって完成。別方向のカメラも見てみましょう。ビフォーアフター。最近起きた大事件の話を聞いてください。もうほんまに信じられない話なんですが、取引先によって締め日がいろいろあって、うちでは20日と末なんですが、請求書をわっせわっせと20日に書いて封筒でポストに投函。今度月末にエッサホイサと請求書書いてポストに投函。それが先月の話で、今月の8日頃、一つの取引先から電話かかってきました。トゥルル、トゥルル、トゥルル。もしもし。もしもし、お宅請求書出したんかいな。出しましたよ。ちょっとまたこっちでも確認してみます。請求書の控えもあるし、ちゃんと出したな。書類をしまってあるところに切手を買いだめして置いてある袋があります。それを見たとき、あれ？切って貼った記憶がない。家のポストに走りました。ポスト開けたらポスト全然見てなかったんで、わけのわからん広告の山と、20日に出した請求書、末に出した請求書、全部返ってきてました。すぐ貼り直して出したんですが、20日と末両方切って貼る忘れるかね？ 20 日と末両方忘れるて、もう切って貼らんでも届く表も打てます。以後。気をつけます。まそんなこんなでためになったなと思えば、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございます。ぜひチャンネル登録とグッド評価よろしくお願いします。